ないわ。うん、君はスターだからな。しかし言っとくけど君は人形さ、おもちゃだよ。マスコミの波に乗ってるだけのことさ。それがどうしたってのさ。いいじゃないの、人形でもおもちゃでも。楽しく面白ければそれでたくさんね。楽しい？マスコミなんて気まぐれだぜ。他のスターを見つけたら君なんかアスリートもお払い箱さ。巨人とは何か、もてあそばれる玩具とは何か、夢も希望も愛情も全てを踏み砕く巨大な歯車、その中に巻き込まれ一夜にしてスターにのし上がった少女をめぐる二人の青年、新しき世代のスター川口のぞえの名コンビが演技賞をかけて火花を散らす若々しい情熱の巨編、巨人と玩具。道場、気兼ね、次長、妥協、信頼、そんなもの宣伝部に必要はない。売るのや、我ら売らにゃいかんのや。